今日は力の抜き方についてお話しします。この余計な力を抜きたい、これに一番いい稽古方法っていうのはね、かかり稽古なんですよ。百州武道具店の動画。必殺力み面、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 力み面。軽やか面、軽やか面、軽やか面、コテコテ、軽やか面、軽やか面、軽やか面。ええー、な、めっちゃええな。力を抜くにはどうしたらええんかな。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。今日は力の抜き方についてお話しします。もっと楽に打て、また力んでる、力を抜け。どうして打つときにいつも力が入ってしまうんでしょうか。確かにそう言われてみると、上手い人って尊敬して立ち上がった瞬間から肩とか力抜けてるよね。ああいうのやりたいよね。今日の動画を見るだけで力を抜いて打てるようになる方法がわかります。できるだけ分かりやすく説明しますので、今日もご覧ください。じゃあ早速だけど、この余計な力を抜きたい、これに一番いい稽古方法っていうのはね、かかり稽古なんですよ。おいおい、かかり稽古かよ、来たよ。そうなんです、かかり稽古なんですよ。かかり稽古が一番力が抜ける。もちろん楽とは言ってないよ、しんどいよ。でも騙されたと思って聞いてください。かかり稽古の目的には実は2つあるんです。1つ目はスタミナや持久力がつく。多分みんなこっちのこと考えてると思うの。でももう1つ目的があって、それ2つ目は力を抜いて力のいらないような打ちができるようになることなんです。楽に打てるようになること、これがかかり稽古のもう1つの目的なんです。で今回はまさにこっちなんですよね。おいおい、かかり稽古なんていつもやってるけど力なんて抜けていかないけど、それはかかり稽古のやり方が間違ってるんです。どういうかかり稽古をやったらいいか、次の話を聞いてください。ただがむしゃらに打っていくのがかかり稽古じゃないですよ。がむしゃらに打っていくだけのかかり稽古っていうのは、多分余計に力が入ってしまってただ疲れる、それだけです。もしかしたら最初言った持久力とかスタミナはつくかもしれないけど、2つ目の目的なんだった、力を抜いて打てるようになる、これがやっぱりなかなかいつまでたってもがむしゃらに打っていくだけじゃできないんですよね。そこでどうしたらいいか、友達同士じゃなくて上の先生にかかっていくかかり稽古をちょっと思い出してほしいんです。多分上の先生にかかっていくかかり稽古ってしんどいよね。もう何本もやってる、もう力ない、腕上がらない、そんな時になぜか一本スパンと最後の最後にいい面打ちができたりするんです。なぜか最後の最後で姿勢を崩さず綺麗な一本が打てたりするんです。もう体に力残ってないよね。力残ってないのに綺麗な面が打てた、すなわちそれが最小限の力、ほとんど力力まずに打てた面ってことなんです。だってもう体の中にはパワー残ってないじゃない、もうヘロヘロじゃない、パワー残ってないのにまっすぐ打てるんだから。先生は、講談社の先生っていうのは実はそのこと分かっててみんなにガンガン打ってこさせてるんです。みんなの綺麗な力を使わない力んでない面を引き出そうとしてくれてるんです。いやそれは分かってるんだけど、もう疲れてくるとどうしたって姿勢が崩れちゃうんです。そう、多分今のままのかかり稽古だと姿勢が崩れちゃうんですよ。それにはあるポイントがあるんです。次の話を聞いてください。一番手っ取り早く力が抜けるようになるためには、クタクタになるまでかかり稽古をやることなんです。力をもう残さない、力ゼロになるまで、クタクタになるまでやるっていうのがポイントです。その理由としては、元気なまま、まだ力残ったままかかり稽古の練習が終わってしまうと、そんな稽古だといつまで経っても力は抜けていくようになんないんです。もうクタクタだ、腕上がらない、もう顎上がった、もうヘトヘト、足も全然動かない、これが欲しいんです。これが欲しいの、差がつくのはここ、
力が抜けるようになるかどうかはクタクタまでやるかどうかなんです。そしてクタクタまでなった時、最後の最後で差がつきます。もう一回いくよ。クタクタになった時、最後の最後で姿勢を崩しちゃった場合と姿勢を崩さなかった場合、二つ考えられるんだよね。もうクタクタだよ、腕も上がんない、顎も上がった、もうしんどいっていう時に姿勢を最後崩しちゃったら振り出しに戻るです。反対にもうクタクタになった最後の最後で姿勢を崩さずに最後一本まっすぐ打てた、そうした時に力が抜けた打ちができるようになるんです。最小限の力で正しく打てたっていう意味なんです。ヘトヘトの状態、もう自分で無理やり追い込んでヘトヘトになった、その状態で姿勢を崩さず正しいフォームで打てた、それはすなわち最小限の力で打てたっていうことになるんです。これを繰り返していくと、もう力入れたような打ちなんか到底できないから、もう自然に力が抜けていくっていう話ですね。そういうと多分大人の方からこういう反論があると思うんです。いや学生さんはいいけど、ちょっと大人はきついよね、かかり稽古は。いや周り誰もやってないし、え俺だけすんの。多分大人の人ほどこの罠にはまってしまうと思うんです。だからいつまでたっても大人の人、大人になってから剣道を始めた人が力が抜けていかないんです。そういう人ほどこういう力の力んだ剣道をしてしまうのはそれが原因です。大人の人でクタクタになるまでかかり稽古をやる人ってあんまいないでしょ。もう地稽古ばっかじゃない。だから力がなかなか抜けていかないんだと思います。まあそう言われたら多分そうでしょ。もうちょっと想像してみて、周りに力の入った力んだ剣道をしてる大人の人がいたら、多分その人かかり稽古やってないでしょ。多分そんな気がします。まあ、この話が参考になるかどうかわかんないけど、僕の通ってる道場も、もう常にはもう自稽古、大人のクラスはもう自稽古だけなんですよね。自稽古だけなんだけど、ある先生は、まあ、元、地元の剣道連盟の会長先生なんだけど、僕の時だけね、やっぱりかかり稽古になっちゃうんですよ。かかり稽古になっちゃう。もう、毎回、もうね、力力んで打ってる場合じゃないんですよね、しんどいからね。で、そうやって気がついた時には、やっぱり力が、あれ、なんか最近抜けたなっていうのができるようになる。やっぱりそういういいところ、本当に勉強になってますか。大人ほどかかり稽古をやりましょう。以上が力を抜くのに一番手っ取り早い方法のお話でした。まとめると、力を抜くのにはかかり稽古だよ。かかり稽古には2つの目的があったんだよ。1つはスタミナ持久力をつける、これはいつもみんなが思ってるかかり稽古の目的。もう1つは最小限の力で打てるようになること、これがもう一つのかかり稽古の目的だったんだよね。そのためにはクタクタになるまでかかり稽古をやると、そして最後姿勢を崩さないと力が次第に抜けていくって話でした。そして大人の人ほど一緒に僕と頑張りましょう、かかり稽古やりましょうって話です。まあいつもやってるかかり稽古だけど、ちょっと見方を変えて、力を抜くためにかかり稽古やってるんだって思うと、ちょっとは楽しくなるかもしれませんね。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。